はい、始まりました。毎度おなじみゆうご .tv の時間でございます。早速本日も人生に役立つ情報を共に学んでいきましょう。ということで本日のお題は、すっぴんの顔には花がなくても安心がある。こちらを今から読んでいきます。私はお化粧の濃い女性よりすっぴんの女性の方が好きです。もちろん化粧がいけないと言ってるわけではありません。本当の顔が見える意味で、嘘のない顔は大好きです。すっぴんの顔を見ろ、すっぴんの顔を見ると、え、こんな顔だったのと初めは驚き、腰を抜かしてしまいます。しかし同時にほっとした安心感も覚えます。嘘のない顔は本当の顔です。彼女の素顔が見られたと安心ができ嬉しくなります。正直に告白しちゃうけどと心を開いてくれた時のあの嬉しさにそっくりです。隠さない人には安心を感じます。濃い化粧をして男をおびき寄せてもお風呂上がりの顔を見られて失望されてしまい別れることになります。であれば最初から本当の顔を見せておけばいいのです。後から失望されるくらいなら最初にそういう顔を見せておいた方が無駄なやり取りも少なく済んだはずです。化粧の濃い女性は確かに美しくて綺麗ではありますが、そんなに見られてはまずい素顔なのかなと不安になります。濃いお化粧はそれだけ何か悪いものを隠している姿にも映ってしまうのです。女性には理解されていない人が多いのですが、男性は一般的に厚化粧の女性は苦手です。なぜ苦手になってしまうのかというと、物理的な化粧の厚さだけではありません。一生懸命に本当の顔を偽り、嘘をついている顔に見えてしまうから、苦手意識が働いてしまうのです。今日の格言。すっぴんの顔を見てもらう。わかるわ。納得。俺もやっぱり薄化粧の女性の方がめっちゃタイプ。よりあんま化粧してほしくない。やっぱ美人、素顔美人がやっぱ一番いいですよね。薄化粧の方がいい。青い優とか。青い優だっけ、忘れちゃう。最近だと黒木華とか女優さん、あんくらいナチュラルな感じがいいですよね。すっぴん美人がいいな。男なんて化粧してないですからね。ごまかしようがない。この面、化粧すればかっこよくなるのかな。あとやっぱ化粧、ファンデーションとかなんか化粧品あんまり毎日つけすぎると逆に肌に悪いんじゃないかなって思ったりするんですよね。まあ添加物とかの自然のものとかだったらいいけど、なんかあんま化学薬品バンバンなやつ肌につけたら余計その時は綺麗になってるかもしれないけど、あとあと年取ったら肌が痛むんじゃないかなと思います。はい、ということでそういうことです。男はナチュラルメイクが好き、よりすっぴん美人が一番いい。間違いない。はい、ということで本日はこの辺でドローンいたします。